スネーク、あの炎に包まれた男、病院の中ではどうだった？打つ手なしか？スプリンクラーが作動した途端姿を消した。スプリンクラー？それに破裂した水道管の水を浴びた時も動きが鈍っていた。あんたと馬で逃げた時も川を渡ってこなかった。やがて雨が降り出し奴は消えた。火には水か。確かに道理だが、あんな奴に通じるとはな。